入社した大企業は超絶ブラックで新人なのに戦地に派遣される私。しかも移動で乗っていた輸送機は大爆発を起こし、目標地点に移動します。蘇生直後なのに任務を続行し、ダッカーに戦後降りる。ついにボス戦まで来たのであった。騙された。何が女の子に囲まれた賑やかな職場です。ここだよ。バイト感覚で指揮官やらないでください。それに嘘はついていませんよ。マリアンにラフィニアミス、可愛い上にお客が喜びそうな属性てんこ盛りの女の子と一緒に仕事できるとか夢のようじゃないですか。個人的にはシフティが一番好みです。誰もそんな情報を求めていません。でもどうせ仕事で死ぬなら女の子に囲まれて死ぬ方が幸せにいけるかもしれないね。いや、死ぬことを前提で働かないでください。この社畜が。マリアン、止まって。はい。あなたが輸送機を撃墜したの。マリアンさん、なんか疑われてるよ。嘘だよね。もちろん。二度も輸送機の内部で爆発が起きた。犯人なわけないじゃないですか。いや、めっちゃ動揺してますやん。今回の作戦で使う予定だった爆弾よ。外部からの起爆信号なしには絶対に爆発しない。そしてその起爆信号の識別コードはマリアン、あなたよ。いいえ。待ってください。ラプチャーはいろんな特殊能力があると言います。機械に寄生しコントロールを乗っ取るタイプがいて、輸送機が乗っ取られたという可能性も考えられますよ。でも爆弾の起動はマリアンさんしかできないんでしょ。輸送機が乗っ取られたとしても爆発とは関係ないと思うんだけど。それじゃあ爆弾自体がすでに侵食されていたとか。それなら勝手に爆発してもおかしくないんじゃないですか。起爆のための信号はマリアさんしか送れないんでしょ。爆弾が乗っ取られても起爆はできないと思うんだけど。確かに私しか起爆できる人はいないですけど、本当に知らないんですって。お願いです、一緒に真犯人を探してください。マリアさん、なんか目が充血して現在地アピールしてるけど大丈夫？いやもしかして私、乗っ取られてる。嘘、マリアさん、ラプチャーに操られてたの？今までの天使のようなマリアさんは実はラプチャーだったの？四季桜の服部リオの気持ちはよくわかったよ。このネタ、わかる人はどれくらいいるだろうか。四季桜、面白いアニメなのでおすすめです。じゃなくて、えらいこっちゃですよ。私、ちゃんと自我はあったのにラプチャーに寄生されていたの。それで夜に寝ていてもベッドから起きて歩き回ったりしていたのね。マリアさん、それは無遊病だよ。前方からハイクラスのエネルギー反応。この振動パターンはブラックスミスが来ます。わーん、変なコンピュータウイルスに感染したみたいになってる。ヤマオジさん、助けてー。いや、ニケの顔は使い捨て不可だからね。ラプチャーの部品にする特殊モデルです。ここです。セルかな。セルですね。やべえ、ラプチャー超怖えよ。そしていきなり新人にこんな仕事を任せるアークが一番怖い。まだ間に合うかもしれません。マリアも先発隊も。マリアさん救えるの？ブラックスミスは捕獲したニケをしばらくの間保管します。時間的には生存している可能性が高いと思われます。どうされますか？どうと言われましても、私はまだ入社1日目の新入社員なもんで、まずはマニュアルを確認したいと。心臓が止まりましたからね。でも生き返ってよかったです。そうだ、歩きにくいなら私がおんぶしましょうか。自分の指揮官も守れなかったくせに。新米だの何だの難癖つけないでください。この方も私たちと同じく命を懸けて人類のために戦われるのです。指揮官、ここにも包帯を巻いてください。ありがとうございます。もう全然痛くありません。私が支えますね。でも辛かったらいつでも言ってください。はい、シフティさん。はい、どうされましたか？残業代はちゃんと出るんだろうね。指揮官の給与形態は成果報酬ですので残業代は出ませんよ。
ラプチャーの撃破数や拠点奪還のインセンティブはありますが、作戦遂行における任務時間の長短は評価対象にはならず、むしろ作戦が長引くほど経費が増えるわけですからマイナスになる場合もありますよ。いや本当に残業代が気になったんじゃなくて、私のこの照れ隠しをどうしてさせてくれないかな。でもマジか、この会社給与が安定してもらえないじゃん。ラジャ、感情に流されて危険を顧みない無茶な判断なんだろうけど、この無茶っぷりは新人の特権だよね。やってみ、マリアさん今助けに行くよ。やってみたいの。見つけた？まだわからない。いいよ、じゃあやってみよう。ラピモアニスもいい子ですね。サポートお願い。私の計算が正しければ成功率は 12% ちょいですよ。ニケであるこの二人ならそのくらいわかっているはずなのに。わかりました。感情優先の不合理な命令にも理解をして命をかけてくれるなんて。ユッキーさん、余計なことは言わないでいいの。エンカウンター。こいつがマリアや先遣隊の2機を取り込んだブラックスミスか。早くやっつけてみんなを救出しなきゃ。いやでも吸収されたみんなが無事かどうかは微妙なところですよ。根拠のない期待をするより、まずは冷静に目の前の敵に対処しないと。根拠ならあるよ。本当ですか？それは朗報です。さすが指揮官、無茶しているように見えてちゃんと計算して動いていたのですね。だってセルだって最後に吸収した人造人間を吐き出してたじゃん。いや、他の作品の例をソースにされても。これにマリアンは明らかにメインヒロインでしょ。主人公補正で無事なはずだよ。いや、そんなめたいことを理由にされても。つまり根拠は何もないってことじゃないですか。待ってろよマリアン。ゴリ押そうとしないでください。状況終了。次の作戦区域に移動します。シミュレーション上の勝率は12.4%でした。ぶっちゃけ負けると思っていました。すごいですね。見事ボスを撃破です。これは新人賞取れるのではないでしょうか。先発隊は全滅。そんなことどうでもいいんだ。先遣隊は？マリアンは？剥がれてしまいました。マリアンは生きてはいる。手遅れね。侵食が脳にまで転移してる。え、アニスさん、今なんと。脳が破損した2機は処分するのが規則です。え、処分って何？マリアさん主人公じゃないの？どうやらこのゲーム、モブにもヒロインにも厳しい世界のようですね。自決用まさかマリアンさんが助からないとは。しかも引き金は私が引かないとダメなの。ひどすぎるでしょう。私がやろうか。ダメよ、ニケがニケを処分することはできないもの。指揮官、グズグズしている暇はありません。このまま放置すればイレギュラーになる可能性が高くなります。ワンチャンイレギュラー化して復活しないかな。指揮官、人がゾンビになった時の気持ちがよくわかったよ。そして学校暮らしを初めて見た時の気持ちになりました。私としたことが学校暮らしの伏線に気づけなかったとは。いやいや、ゾンビ作品なんて他にもいろいろとあるでしょう。学校暮らしにこだわる必要がよくわからないんですけど。え、マリアンさんのここにいるアピール、ブレンドしたいじゃないの？そんなわけないでしょう。むしろマリアン、あなたはそこにいますか？の問いに答えてしまったため、どうかされたのではないかと思います。ラプチャーは早急のファスタのフェスティムじゃないからね。マリア、処分確認。沈黙確認。現時刻をもって捜索作戦を終了します。アークにお戻りください。くそ、え、私ここでリタイアですか？あなたの登録でモチベーション、あ、チャンネル登録お願いします。